服部半蔵率いる忍びたちが徳川家康様をお助けした。いざよみがえれ忍びたちよ。こちらの市町村の問答を皆様に出し申して答えていただく、そして愛知のことを知っていただくという国にございまする。いいよ。さあ、この度どこの問答をいたしましょうかのと拙者考えたところ、この度はなんと今まで一人でやってきましたが、半蔵様がいらっしゃいます。ゆえに岡崎で参ろうと思います。わしの生まれ故郷。さようにございます。他にも岡崎といえば徳川家康様。さようにございます。我が大理由主君である家康様、そして半蔵様の生まれた場所にございます。うん、それでは半蔵様、問題です。岡崎の面積は何平方キロメートルでしょうか。50万キロ平方。正解は 387.2 平方キロメートルにございました。が岡崎の広さじゃと思うほどにおそらく大きく見積もりましたが、半蔵様帰ってきてくださいませ。いなくなった。さあでは、早速やっていこうと思います。やっていこう、参ります。第1問。2019年11月に公開された徳川家康公像がござりまする。この像の家康様は何歳の時の姿でしょうか。さようにございます。岡崎市東岡崎駅という名鉄の駅がございます。そこの外になんと2019年11月に徳川家康公像が新たにできました。さあここから4択出していきまするが、皆様ぜひ考えてくださいませな。1番19歳の時、2番25歳の時、3番59歳の時、4番75歳の時。おお、どれじゃろうの。さあでは半蔵様、せっかくゆえ皆様に手助けとして、この時何をされておったかという家康様が、それをぜひ教えていただければと思います。ほうじゃな、簡単に説明いたすと、まず親方様19歳の時、1560年には桶狭間の戦いに出陣された。2番目1566年25歳の時は、親方様が松平という姓から徳川という姓に改姓された。そしてこの59歳1600年、これはもう有名なあの戦い、関ヶ原の戦い。この4番1616年75歳の頃に親方様は天に召された。さようにございます。さすが半蔵様、家康様と同い年なだけございまするな。さあさあ、だがしかしわしの方が早く天に召されておる。半蔵様はちなみにどこら辺でお亡くなり。わしはの心の落ちと前だ、1594年頃。あ、ゆえに関ヶ原の頃にはもう半蔵様はこの世にはいらっしゃらなかったということです。さよ、もう悲しきことにな。よし、では答え合わせ。答えは2番、25歳の時の家康様にございます。こちらですが、先ほど申したように2019年の11月になんと東岡崎駅のことに、この徳川家康公像というものが新たにできまして、この新たな象徴シンボルとしてできました。こちらなんと高さが 9.5m、 土台を合わせて 9.5m もありまして、高いな。日の本最大級の騎馬像となっております。なるほどな。故におそらくですが、岡崎城に行きますると竹千代様の像でござりましたり、近見像の姿でござりましたり、あとはもう
おそらく晩年を迎えた家康様の姿を多く見ることができると思うのですが、なるほど、25歳という若かりし頃の家康様を見るというのはなかなか珍しきことにございます。故、にそらく岡崎城なんかに行く際はの、皆様名鉄なる鉄パゴを使っていただき申して東岡崎に出ていただければ見ることができまする、ぜひ訪れてみてくださいませな、お願いいたしまする。第2問、岡崎市には大樹寺と呼ばれる徳川家の菩提寺がございまする、その大樹寺にある徳川歴代将軍の位牌、その特徴とは。では4択に参ろうと思いまする。臨終寺の身長と同じ、2番臨終寺の足の大きさと同じ、3番臨終寺の体重と同じ、4番臨終寺の手の大きさと同じ。読み上げるぞ。1111111111。何上？何上じゃ？1。何上そんな1に偏っておる。みんなどうした？1番好きなのか？では答え合わせに参りまする。答えは1番身長と同じにございまする。ですが、主君である家康様はやはり日の本でも有名な武将様にございますゆえ、これはどうですか、知っておられる方多かったんですな、ゆえにこういったものもご用意いたしました。どん、全てではないのですが、位牌の大きさ、家康様 159.0cm、秀忠様 160.0cm、 家光様 157.0cm、 家綱様 158.0cm、 綱吉様 124.0cm というのこうずわーっとござりまする。まあ親方様が、まあ、あの桶狭間の戦いにて、まあ、今川義元様が撃たれた時にな、まあ、その時今川義元様におった家康様をお命に狙われることになったんだな。で逃げておる際にこの大樹寺の寺で、まあ、自陣されようとしておった時に、まあ、そこによるお坊さんが止めに入って、オンリーエドゴングジョードという、まあ、言葉を親方様に伝えるのじゃ。そして親方様は、まあ、自陣を止められて、まあ、今に至るというかな、この有名になられた三英傑として活躍されてる。まあ、じゃあでこの一件がなければ今の親方様はないやんし。はい、なんじゃ。オンリー江戸ゴング浄土とはどういう意味でございますのか。オンリー江戸ゴング浄土というのは、汚れた地を嫌い、離れることを願い、そしてこの平和な世の中を喜び、求めるということをオンリーエドゴング浄土という。リストライン皆様ご存知にございますか。何にございまする。岡崎城から大樹寺を結ぶ一直線約3キロほどございまする。こちらですが、実は岡崎城から大樹寺までのこの一直線、高き建物屋敷がございませぬ、故に大樹寺から岡崎城を眺めることもできまするし、岡崎城から大樹寺を一直線眺めることができる、これがビスタラインというもの。岡崎といえばやはりもうあれじゃ、美味しいものございます。もうつけても煮込んでも何しても美味しいあれじゃ。八丁味噌にございます。よーしょ、はい、ございます。こちら八丁味噌ですが、岡崎城から西に八丁行った町で作られたものにございます、うん、そうじゃな、まあ、八丁というと、まあ、現世でいうと約870m ぐらい離れた場所だな。現世でと工場が2つございまして、丸屋の、そして角球堂の八丁味噌の2種類、ゆえにこの八丁を離れたこの工場で作られたものが八丁味噌にございます。いや、もう食べたくなってきた。青春も腹減ってまいりました。なあ、本当にな。さあ、皆様、岡崎についてはちょっと分かっていただけましたか、岡崎もっと良き場所ござりまするがゆえ、ちょっと第2弾も半藤様がいるときにやろうかなと思いまするがゆえ、またぜひとも付き合ってくださりませ。以上、知れば知るほど参りたくなる愛知県の国でござりました。よいしょー。それでは皆の衆、また会おう。さらばじゃ。